ということで今日は私が前々からやってみたいと思っていたボルダリングにお二人を連れてきました、はい、でテンション低いのよ二人ともすごくない？何すんのこれ。登るんだよ。登るの？登るんだよ。私も初めて来たんですよ。初めて？初めて。でもみんな一度はやってみたいことなんだとは思うんですけど、ね、僕はもうちょっと昨日ボウリングやって握力ないし腰痛めてるし、もうちょっと頑張って。でも頑張ります。ストレッチしてね二人ともちゃんと。僕は体育1なんで関係ある？いや関係あるでしょ。体育1とかでも何事も一回やってみることが大事でしょ。大事ですね。わかりました。そう、やりましょう。やりますよ、はい、新しいことにチャレンジすること大事。はい、です。まずは、先生に説明をしていただいて、ちょっと覚えていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。まず壁にこういろんな形の石がついてるんですけれども、はい、呼び方があって、ホールドって言います。ホールド、はい。どのホールドを使っていいわけでもなくて、うん、ちゃんとコースが決められてます。ーコースの見分け方が、このホールドの隣についているテープですね。こちらの色と形が、うん、同じものだけを使って登っていく。形も、はい、なのでピンクだったらピンクの棒からスタートしたらピンクの棒のテープだけを使ってピンクの棒のゴールまで。色が同じでも形が違うと別のコースになります。なるほど。テープの色が難易度を示しておりまして、はい、難易度表が上に。初心者の人はどの辺までなんですか、はい、大体。そうですね、大体黄色が登れたらすごい。黄色、本当すか？黄色いけれたら、はい、初めてで黄色いけたらすごいです。行こうぜみんな。あと一つ注意点なんですけれども、スタートにこう足自由って書いてある場合のみ、はい、足は気にしなくて大丈夫です。なるほど、はい、でスタートとゴールの仕方なんですけれども、うん、スタートの仕方が両手でこのスタートのポーズです、ね、触ってもらって体が完全にマットから離れた状態、この状態で1、2、3秒ぐらい止まってスタートです。ゴールも両手で触って、両手で触って、はい、3秒止まってゴール。なるほど。になります。やってみますか。やってみましょうよ。液体のチョークとなっています。これをつけると手の汗を吸収してくれるので、汗とかだとこれがすごい、あ、はい、ぬめぬめして持てなくなっちゃったりするので。初めて。これで伸ばすんですか。はい、手のひら全体に、あ、白くなった。そうです。よし、じゃあそしたらまずレースいくぜ、はい。ピンク、最初ピンク。みんなまずピンクから挑戦してください。スタートはまずここが、あ、いいんじゃないですか。1、2、3、はい、次ここですよね、はい、はい、これか、ここだ。で足を、ここは足どこに行くか、そうだな。なんかもう、あ、おばさんは軽い。おー、すごいもんな。軽い軽い軽やかね。足こわ、選ぶのが、あ、もうゴール。あ、でもこれでもゴールか。おー、すごいすごい。3秒なんかトカゲになった気がする。はい、大丈夫です。すごい、これは大丈夫だね。タッパーがでかいからすぐゴール行きそう。これ体重が重いよな。重いです、重いです。3、行きます。 OK。 1、2、3、はい、ナイス。ナイス。まず3秒だよ。これまず持ちながらできないよ俺。なぜ。こうして、そうだ、こうして、こう、でかいから持って。そんな大して登ってないじゃない。ピンクのパッチとか。とりあえずでもピンクは全部だね。いけた、はい、一回緑行ってみましょう。棒と四角のやつなんですね、形が。そう、あ、棒と四角ってどういう意味ですか。この四角とこの棒状 の、で棒状のやつのゴールはどれなの。あれか。うわ、どう、うわ、上だけどでかいじゃん。そっちが行きやすいかな。で足も全部指定ですもんね。あ、これ足指定ですか。そうですよ。だからここはこれでしょ、足。じゃあいきなり7球行ってみます。これか、こうか、こういうこと。行けたらすげえ。これ合ってます、私足緑、オレンジの四角いやつね、石ね。これ、これここはこれ、そこいきなり行けます。あれ、え、でもどこにあるの。あ、これか、これがあるか。で、これか。わ、すげえ、様になってるな。どこ、左下どこにあるの。結構遠いとこ。これか、まあ、それもそうですね。あ、これ、足も出
足も。あ、これ？それそう移動するんですよ、横に。ああ。手がどこ？手違う。これちょっとでっかいの目の前の。これ？胸のとこにあるやつ。これ？はいはい。でもこうして。両手掴んでるの。両手掴んで。横移動。ここ？はい。これは違う？右足を上げましょう。スタートに。ああすごいすごいすごい。よくずっと捕まってられるな。やっぱすげえわお母さん。これ？うんそれ。でこれ？おいっと。でどこ？はいこれで OK。OK。3秒。1、2、3。OK。ああ見事。イエーイミドルクリアじゃないじゃん。はい。最中さ。お前同じコース行ってます。こうね。で静止した状態でスタートね。いやこれできないこれ持ち方のそも無理できそうだけど全然できない。両手で持ってそしてあとオレンジ、はい、ここにここ、これこれこれ、いやいやいや灰色のとこ、灰色のとここれにのっけて、こっちの足オレンジさんすごいこれここどんな指導よ。でこの足ここさあ、両手で、あ、いった、2、3、よし、うわぁ戻るぞ、うわぁ、うわぁ、へぇ無理無理やばい、きつい。塗装オレンジで、塗装オレンジでいきましょう。ここから、あれですね、水色の石ですね。はい、水色の石で、オレンジで、これ違うわ、これですか。カットだ、ここからスタート2、3、で、ここでしょ。そしたら右足をこの右下のでっかい水色の石。これ？それじゃあこれですね。はい。ああ右下あれも OK だ。そうです。何ですか？青い。これも OK だし。あれも OK だ。あそこに移動するんだ。こっちの方がいいね。いける。いけんの。こうして、あ両手同じ石で両手同じ石、これむず、これ持てないんです、足でバランス取って、なるほど、でオレンジ、オレンジ、あーそれ、ぴょんとこれ OK、 うわ右足のところに両足乗っけちゃっていいですか。あ、これダメだ、ダメだ、むずい。もう一回だけやるんですか。もう一回やるんですね。悔しいわ。じゃあ行きましょう。1、2、3、スタート。で、あ、多分ここでしょ。例えばそこなんですよ。これがなんかむずいよね。で、ここでしょ。はい。これがきついんだ。あ、でもこれもいいんじゃない。それダメです。それはその上の石、超でかい石。これ？はい、それの水色をくっつけて。だからまだ遠いんで。これむずいわ。ここがつかめないわ。あ、いいんじゃないですか。いい感じ。ほら。お、いったいったいった。これ？これ。で、右手を一個右上。これ？それ。いった！で、押しながら、右手押しながら、出だし、チャレンジ。押しながら。そう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 。これ、いったじゃん！すごいすごいすごい。え？グッといくですね。なるほど、勢いつけていくんだ。そうです。そう、ナイスナイス。これ？違います。それダメです。これ？散々持ったよ。散々持ったよ。あ、これか。あー、でもこれ。これの足を。右足をその巨大石のところにグッと持っていくしかないんですね。もうちょっとだ。これ無理。無理ですか？抱えます？せーので言ってみます？いった！ナイスナイスナイス。1、2、あははは、厳しいよね。俺ずっと引き寄せてて、オッケーオッケー。むずいわ。むずい。急に難しくなった。今6球いったから、次黄色が5。
決めますか、じゃあ。黄色いけたら、初めてだったらいいって言いましたよね。四角の黄色はどこだ。で、ゴールは、あ、なんかすごい、こう行くんですね。あれ？あれに左足でグッと行って掴む。でやってみたいじゃない、この平らじゃなくて、ちょっと、あちょっとこれ、めっちゃ綺麗でした。これ出ます、これ足どこです、あなるほど、これ足どこ、足自由、足自由だって、あ足は自由なんだ、これいけんじゃないですか、結構の足あんまり上げすぎない、私は下の方、こっちは腕と重心を下げてしゃがんで、そうそうそう、おい体が自分の腕力で体重を、こういう状態からってこと、そう重だよこれ、あーさこれは今いけたけどな、緑いくね、緑わーさ、これ足は自由じゃないんだ、でもそうですね、足自由、こうかブラーンとで、うん、でうわI'm sorry.
で、こう？あ、うまい。いいっすよ。おお、すごいすごいすごい。いけたいけた。で、髪も。左手は届かないんで。左に下に足を置きたい。あ、そっか、あの遠いやった。無理だよ。ここにね、ここにね。いや、無理だよ。違うとこ掴んじゃってるもんね。いや、それはもう全部ルール違反ですよ。違うとこ掴んじゃってるもんね。もう全然ダメだ。もう違うとこ掴んじゃってるもんね。あ、でもすごい。ここじゃないの、ホール。いや、全然違う方です。全然 最後クリアできてないけど、でもどこまでいけた、うん、オレンジはいけたんだよね。黄色はいけなかった。悔しい。でも全然2人休憩すぎじゃない、ずっと。いやいや、体にダメージが強い。いや、そんなダメージないって。あー、思ってたより難しいですわ。いや大変。これはすごいっすわ。マジで全身運動です。やっ、やった方がいいよね。やった方がいいと思う。一度は二人とも途中からもずっとそこ座ってんだ。いや、ダメージ、疲れちゃう。おじさんですよ。体験できてよかったね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ありがとう。体が痛い。ひまわりベーグル、パンパンパン。オタクなヘナギだ。ポワポワ。三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。